強いんすね、あの明人相手に。強い、べらぼうに強い。なんなら腕相撲でもしてみますか。いきなり何言ってんだ、バカがバレる。いいんすか、私も結構強い方ですよ。来なさい。かー、女子の手を握ってしもたー。強い。ちょっとハンデいいっすか。女子の両手のぬくもり、うんうん、お主それまでか、行くぞ。負けたもん。勝ったお父さん。金髪、お前にお父さんと呼ばれる筋合いはない。さて、子供の喧嘩に親が出ちゃダメでしょうよみたいな格言もあるが、私もこの金髪に恩がないこともない。そこの学生、この赤坂流道場の道場主が相手だ。お父さん頑張って。いや、お父さん、あの、元より武術とはこのような喧嘩に用いられるものではない。しかし正義の鉄拳という言葉があるように。ダイジジジ。邪魔だジジ。この程度の突きで私を倒せると思ったか。何、まともに入ったぜ。入った、確かに入った。しかし一旦後退したと見せかけて倒れる。お父さん、なんで連れてきた。痛いよ痛いよ、あいつ絶対殺してやる、絶対殺してやるんだ。三橋さん、おや、どうしたんだ二人。今日伊藤さんとデートする約束だったんすけど、野暮用入っておじゃんになって、なんかむしゃくしゃしてから、この前ガンくれてきたやつら成敗しに行くとこなんすよ。そんな無駄な体力を使うのはやめておきたまえよ。じゃあ、どうしたんすか三橋さん、おかしな歩き方して。これはね、ドリフの加藤ちゃんだよね。加藤ちゃんのあの例の歩き方だよね。どうして急に加藤ちゃんを。どうしたんだお前。大丈夫だ。それよりどうだ、バナナの顔は。最高だよ、これからはバナナは皮ごと食うぜ。バナナの皮食った、腹がよじれる。死ぬ、逆にこっちが死ぬ。まあいい、まあいい、わらもあったけど食うか。食うに決まってんだろ。今何言った。いや別に何もしてねえよ。笑って意外とコクがあるんだな、超うまい。お前どうしたその顔。卵の殻もあったけどカルシウム。ダメかー。
やべえ、やべえよ、呼吸困難だよ。ちょっと休もう。